妻と4人の子供を支える大黒柱となった杉浦太陽さん。今や爽やかイケメン俳優からイクメンタレントへ見事な転身を果たしています。目次、杉浦太陽の父親はトラブルメーカー。杉浦太陽は兄弟も芸能界に。杉浦太陽は4人家族じゃなかった。杉浦太陽の出身高校はどこ。杉浦太陽の父親はトラブルメーカー。高校2年生の時にスカウトされて芸能界入りした杉浦太陽さん。それから間もなくドラマ、恐るべし、おとなしカレンさん、でデビュー。スカウトされてからデビューするまでは早かった杉浦太陽さん。ところがその後はオーディションで落選続き。あまりにも落選が続いたため、藁にもすがる思いだったのでしょう。杉浦太陽さんは祖父の墓参りをしてから臨んだオーディションで見事に合格。この時、勝ち取った役こそ、ウルトラマンコスモスの主役、春の武蔵でした。ウルトラマンコスモスに出演したことで杉浦太陽さんは大ブレイク。幅広い層から支持される杉浦太陽さんはテレビドラマや映画、舞台に CM と大活躍。また、爽やかな笑顔と明るいキャラクターでバラエティでも引っ張りだこに。そんな杉浦太陽さんは2007年6月には元モーニング娘。の辻のぞみさんとできちゃった婚。元ヒーローと元アイドルの結婚は当時、大きな話題となりました。2009年には女子中高生が選ぶ理想の有名人夫婦のナンバーワンに。2016年にはいい夫婦のヒパートナーオブザイヤーを受賞するなど芸能界きってのおしどり夫婦として知られる杉浦太陽さんと辻のぞみさん。仲の良さを象徴するかのように二人の間には一女、三男が誕生。最近の杉浦太陽さんは俳優というよりも、イクメンというイメージが強くなっていますね。理想のパパ、ランキングの常連でもある杉浦太陽さん。そこで気になるのが杉浦太陽さんの父親。子供とは親の背中を見て育つもの。きっと杉浦太陽さんも素敵な父親に育てられたからこんなにも素晴らしい父親になったのでしょう。そう思い、杉浦太陽さんの父親について調べてみると意外な事実が。なんと杉浦太陽さんの父親は杉浦太陽さんとは正反対とも言える人だったんです。杉浦太陽さんの父親は南海ホークスに所属した元プロ野球選手の杉浦三六さん。元プロ野球選手といっても一軍に出場したことはありませんでした。輝かしい経歴を残しても第二の人生が厳しいことで知られるアスリート。それが一軍の出場経験がないとなるとさらに困難なものに。杉浦三六さんも例外ではなく引退後は不動産業や広告代理店業などを転々としていたそうです。そのような暮らしをしていたためか1994年に離婚。杉浦太陽さんは母親に引き取られ杉浦三六さんとは疎遠になってしまったようです。離婚後も杉浦三六さんの生活は好転する兆し話。反社会的勢力の関連会社から借金をするなど生活はかなり苦しかったようです。2011年には反社会的勢力の関係者が杉浦太陽さんの所属事務所にまで乗り込み暴れたことも。杉浦三六さんはまさに絵に描いたようなトラブルメーカーでした。杉浦太陽さんがぐれることなく育ったのは奇跡と言えるかもしれません。きっと高校生の頃に芸能界に進んだことが功を奏したのでしょうね。杉浦太陽は兄弟も芸能界に。杉浦太陽さんには弟が一人。弟の名前は杉浦隆夫さんといい、杉浦隆夫という芸名で芸能活動を行っています。俳優や歌手として活動していた杉浦隆夫さん。
かつて杉浦太陽さんと X.Gold というバンドを結成し活動していたこともありました。現在は次世代型エンターテイメントユニットのセプトを主催、脚本も手掛けるなど非常に多彩な活躍を見せています。年を重ねると疎遠になる兄弟も少なくないでしょう。ですが杉浦太陽さんと杉浦貴雄さんは今も大変仲良し。セプトの舞台に杉浦太陽さんがゲスト出演したこともありました。また一緒に健康診断に行くこともあるようです。互いに多忙な中、時間を合わせて健康診断に行くなんてよっぽど仲が良い証拠。杉浦太陽さんは良い父親であると同時に良いお兄さんでもあるようです。杉浦太陽は4人家族じゃなかった。前述の通り杉浦太陽さんの父は元プロ野球選手の杉浦三六さんで、弟は杉浦貴雄さん。母親は一般人ですが、何度か杉浦太陽さんと辻のぞみさんのブログに登場。目元がパッチリした美人で、読者からも若い美人と評判。杉浦太陽さんの整った顔立ちは母親譲りのようです。このように4人家族と思われがちな杉浦太陽さんですが、実は5人家族で、杉浦太陽さんには姉がいたんです。ただ姉は杉浦太陽さんが生まれる前に亡くなってしまっています。姉とは直接会うことができなかった杉浦太陽さんですが、仕事の都合がつけば命日には帰省し仏壇に手を合わせるんだとか。なお帰省する際には辻のぞみさんも一緒のようです。辻のぞみさんにとっても、杉浦太陽さんの姉は大事な存在なのでしょうね。家族を大切にする気持ちが非常に強い杉浦太陽さんと辻のぞみさん、二人が築いた家族を見てもそのことがよくわかりますよね。杉浦太陽の出身高校はどこ？岡山県玉野市で生まれ、大阪府寝屋川市で育った杉浦太陽さん。出身高校は大阪にある大阪産業大学附属高等学校。普通科ではなく建設科建築コースに進んでいます。同校では3年間、学級委員長を務めた杉浦太陽さん。立候補ではなく入試の成績が良かったため、先生に頼まれて引き受けることになったそうです。今の姿からは想像できませんが、杉浦太陽さんはもともと引っ込み思案ですが、学級委員を務めたことで人前に出る度胸がついたんだとか。もし杉浦太陽さんが学級委員長を務めずに引っ込み思案のままだったら、スカウトを断っていたかも。人生は何がどう転ぶか分かりませんね。なお、高校在学中にスカウトされた杉浦太陽さんですが、仕事と学業を両立させて無事に卒業。上京したのは卒業後なので、それまではオーディションや仕事の度に東京を訪れていたようです。様々な意味で高校生活が人生の転機となった杉浦太陽さん。高校生の時に過ごした日々が他の人の何倍も思い出深いものとなっていることでしょう。